はい、皆さんこんにちは、こんばんは。よっちと読書ができるコーナーへようこそ。今回はですね、トニーと遊ぼうセカンド、トニーと遊ぼうのね、第1弾見た方はわかると思いますが、その2弾でございます。これブルドッグなのかな。前回は犬だったんだけど、今回もねちょっと違った犬出てきていますね。なんかポリスみたいな格好してますけれども、殺したいな、殺したいよ、だって君は僕の友達を殺したんだもんという感じで、一体どんな話になるのかというところで、読んでいきたいと思います。第1弾読んでない方はぜひ読んでみてくださいね。はい、それではトニーと遊ぼうセカンドを読んでいきたいと思います。はい、お、トニーが出てきましたね。なんちゃん、お前こんな感じの声でしたね。おお、早速出てきたね、ピーター。お前こそ、なんだこんな感じかな。トニーは目の前にいる存在に恐れおののいた。それは相手にとっても同じだ。それは警察官の格好をしたパグのぬいぐるみだった。パグなんだね、パグ。トニーと同じように二足で歩き、魂を持っている。おお、はいはい。僕はトニー。おいらはピーターだ。全然ピーターって感じしねえ。どっからどう見てもピーターだろうが、お前。まさか僕と同じような奴がいるなんて。それはこっちのセリフだ、バカ野郎、この野郎。お前、ぬいぐるみだな、お前。君こそぬいぐるみだよね。うん、まさしくおいらはぬいぐるみだ。僕だって正真正銘のぬいぐるみさ。うーん、なんとも不思議不思議。聞き解解。難しい言葉使うなよ、ボサノバ君。誰がボサノバ君だ、お前。いや、そんな感じがしたからさ。ピーターだ、ピーター、ピーター・パーカー。ああ、分かったよ、ピーター・パーカー。でもすごいな、まさかだよ、まさか。君はどうして魂を持ったの？当然の質問だな。思い出すだけで怒りがこみ上げてくるのだが、バカ野郎、この野郎。俺らはとっても大事にされていねえな、バカ野郎。だけどお前、持ち主のお前、カレンちゃんがお前、殺人鬼にこそら殺されてしまってな、おい、バカ野郎、この野郎。ひどい悲しみのあまり、おいらは魂を持ってしまったようなもんなんだよ、この野郎。それはそれは、かわいそうなボンゴレ君。ピーターだっつってんだろ、お前。バカ野郎、おいらはいない。カレンちゃんを殺した殺人鬼を、お前自分の手で殺すことを、お前目的に全国を回ったんだよ、お前バカ野郎、この野郎。その目的を果たすまでに出会った、お前、殺人鬼すべて殺すことも忘れないぞ、お前バカ野郎、この野郎、お前。お前はおいらはいいやつだろうが。目的か。僕にはそんな立派な目的はないな。人様の役に立つことをするのは立派なことだと僕も思うよ。まさに警察官みたいだね。だろうって、おいら大きくなったら警察官になりたいんだ。大きくならないから無理だよ。それになれるとしても警察犬じゃない。交番で働きたいぞ。警察官はたとえ殺人鬼でも殺さないと思うよ。何ならお前、警察官もお前、無理だってことだな。何これ、何これ、なんて読むのこれ。打ち飯だけはオイラの手ぐちゃぐちゃにぶち殺す。殺して殺して、殺して殺して殺してすりつぶしてミキサーにかけてお前、ジュースにして飲み物にしてやるんだお前。飲み干してやるんだ。肝臓も、腎臓も、胃も、肺も、心臓も、あ、商売らねえや、くせえし。張り切ってるね。僕も捜査に協力するよ。どんなやつなんだい。ビールの仮面をつけた薄気味悪いやつさ。全国指名手配されてるってばよ。へえ、そんなやつがいるんだね。見つけたら半殺しにして連絡するよ。トニーとピーターは連絡先を交換する。いや、人間っぽいことしてるね、本当に。このスマートフォン、カレンちゃんのなんだ。キラキラして、あー、キュートだろ。僕のはな、誰のだっけな、もう忘れちゃった。境遇からピーターとは相入れないが同じように魂を持ったぬいぐるみと出会えて嬉しくなる。別れの間際ピーターは言う。そうそう、今この辺りは殺人特別区域だ、監禁区域だっつってね。キラードックが出るって噂だから、お前気をつけろよ。キラードックって僕のことじゃない？うん、分かったよ。キラードッグ、
トニーは殺人遊びを繰り返してきた。目撃情報は元に世間から。犬の姿をした鬼人、犬の姿をした殺人鬼、キラードッグというニックネームで日本を震撼させている。キラードッグは一箇所で殺人をするとしばらくの間その近辺にたまることが定石だ。その間はその近辺で殺人を繰り返す。政府は一度殺人が起こった場所を一定期間殺人特別区域と指定し、警戒態勢を強めている。恐れた移住者は一時的に避難するが、中には気にしないで暮らし続ける奇特な者もいる。もっともらしいことを人間は言うけど、僕は移動手段が歩きだからそもそも遅いし、遊んでるだけだから逃げるつもりもないんだよな。当の本人は遊んでいるだけ。その延長線上に殺人があるだけであり、人間側から見た解釈とは異なる思想だった。君も気をつけなよ。君を傷つけるつもりはないけどね、パグ。それにしてもこの辺りもそのなんとか空気になってるだろ。遊んでくれる人も少ないだろうな。ここにいる意味もないし、次の町に行こうかな。でもむしろバカみたいな奴がいるし遊びやすそうだ。はい、第1話終了しましたね。とお時間があるのでもう1話だけ読んでいきたいと思います。このね、声疲れるんだよ結構ね、喉枯れちゃう。じゃあいきます。小次郎、助けてくれ。はっはっ。夜の闇を走っているガタイのいい男小次郎、何かから逃げているようだ。待てよ小次郎くん。いやだ、これだね。ねえねえ、鬼ごっこってさ、相手に追いつくための方法はいくつかあるよね。知らねえよ。何なんだよあの化け物。ぬいぐるみ、ふざけんな。あの化け物にあけみは俺のお母さんと一緒の名前です。クソが。だけどさ、僕が使う方法は二つだけなんだ。一つは圧倒的な脚力で有無を言わせず追いつく方法。もう一つは何だと思う？だから知らねえっつの。小次郎は自分でも出したことのない速度でかけていく。火事場のバカ力というやつだろうか。だが障害物もあり、うまく逃げることができない。ねえ答えてよ。知らねえよバカ野郎、この野郎。いや、やっと喋ったね小次郎くん。のぶとい声、その声で女の子にちょっかい出すんだ。それでその筋肉マッチョ面なところを見せて無理やり連れてくんだよね。人聞きの悪いこと言ってんじゃねえよ。ごめん、二人は愛し合ってたんだっけ。でもさ、あけみちゃん壊れちゃったよ。僕が壊しちゃったよ、ごめんね。でもさ、大切なものを壊れたっていうのにどうして君は怒らないの。そのムキムキ筋肉マッチョで僕を殴り飛ばさないの。飾りなんですか。あはー、かっこ悪い。やべえ喉やべえ。はあ、なんとでも言え。はい、すいません、ちょっとね、一回撮影を挟んでからこれ撮ってます。ということで続き読んでいきます。はい、俺は死にたくない。もう一つの方法を教えてあげるね。簡単だよ、動きを止めるんだ。え、次の瞬間小次郎の足に衝撃が走り転んでしまう。まさか足がなくなるとかそういう。で、何が起こったのか視線を向ける。はあ、地面には恋人のあけみの頭部が転がっていた。白目を向き、血の涙を流し、口は半開きになっている。追いついた。トニーが転んでいる小次郎に馬乗りになる。さあ次は君が鬼の番だ。できるならね。そう言ってナイフを振り下ろす。ナイフの先端は小次郎の眼球に突き刺さった。ギギ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 ギ。アヒーアヒー。気持ちいい。この感触最高。いや、何度も突き刺す。その度小次郎の体が跳ね上がる。あうって、おっとせいかい。筋肉バーカ。満足するまで楽しんだトニーは再び夜の街を散歩し始めた。ああ楽しかった、
今日は気持ちよく寝れそうだな。ん？あれって？トニーは見覚えのあるものを見つけるとかけていく。ピーター！あどうしたんだいその姿は。ピーターってなんだろうな。ピーターはボロボロの、ん？ピーターはボロボロの姿でゴミ捨て場に倒れていた。意識はあるようだ。腕や足などの傷が目立った。あ、そういうことか。ピーターね、はいはい。トニーか！あ、どんな声だっけ？トニーか！キラードックにやられた！あれ？キラードックってトニーじゃないのかな？え？僕、ピーターと遊んだ覚えないけど。どういうことだ？キラードックって、あのキラードック？キラードックにも、あれもそれも、ないだろ、バカ野郎、これお前。何かの？何かの間違いじゃない？そんなわけない！犬の着ぐるみを着た背の高い人間だった。犬の着ぐるみ？人間？とにかく傷の手当てをしよう。僕、縫製道具持ってるから。裁縫道具持ってるから。トニーはピーターを抱きかかえると、一目につかないところへ運ぶ。そして、裁縫道具を糸と針で修繕していく。痛え！まさか、おいらがピエロ野郎以外にこんな目に遭わされるとはな、バカ野郎国屋の前。お前はそれべし、キラードックってところか。一体どういうことなんだろう。キラードックって僕のことじゃないのか。まさか、僕以外にも。いや、そんなはずは。ねえ、そのキラードックってどんなやつだったんだ。背の高い人間ってことしかわからへん。え？おいらは見て驚いてはいたけどな、殺しやろうと思ったら逆にこのざまよってばよって。そうか、そうなのか。僕の模倣犯がいるんだね。ぜい、はい、というわけでトニーと遊ぼうセカンド読んでまいりましたけれども、新しくね、ピーターというね、ぬいぐるみが登場したわけで、トニーがね普通に出てきてびっくりしてましたけれども、まあトニーとねピーターが今後どういうことになってしまうのかっていうのがね、今後気になるところではありましたよね。だからピーターもね、同様にね、殺人鬼なのかな？キラードッグと呼ばれる、トニーがキラードッグって言われてたんだけど、そのね、別にキラードッグがいるということが分かった話でしたけれども、キラードッグ、誰なんでしょうね。まあ人間ってピーター言ってましたけど、まあ人間もそろそろ、こう、仕返しに来るのかなっていう展開でしたね。はい、というわけでですね、今回は4時間なのでここまででございます。また明日かな、続きを読んでいきたいと思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。それでは以上、よっちの読書のコーナーでした。また明日お会いしましょう。またねー。